キャロライン・アメリア・エリザベス・オブ・ブランズウィック、ウォルフェン・ビュッテルは、イギリス国王・ジョージ4世の王妃、プリンセス・オブ・ウェールズを経て王妃になった。父は、ハノーバー・家とは、同族のブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、カール・ビル・ヘルム・フェルディナント、母は、ジョージ3世の姉・オーガスタ。ジョージ4世とは、いとこ同士である。ドイツ語名は、カロリー・ネ・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル。 グオーと呼ばれた夫と共に、グオーヒと呼ばれたが、離婚を望む王から、数々の迫害を受けたことから王妃を擁護する、キャロライン王妃運動が起こった。ドイツのブラウンシュバイクで生まれた。両親は不仲であり、父親は愛人と暮らしていた。ガバネスから教育を受けたが、十分と言えるものではなかった。1794年にプリンス・オブ・ウェールズのジョージと婚約した。 1793年、王太子、ジョージの借金は、再三の政府の埋め合わせにもかかわらず40万ポンドに、達していた。国王の年間給定費が83万ポンドで、あるのに対し、その半分を彼の借金が占めるというありさまである。おまけにジョージは、一応の年上の未亡人フィッツ・ハーバート夫人と1785年に、彼女の自宅で秘密林に結婚式までしていた。 夫人はカトリック教徒であったため、ローマカトリック教徒と結婚した場合には、王い継承権を失うとする1701年を多い、継承法に触れる上、25歳未満の王族の結婚は国王の同意がなければ、無効とする1772年発令の王室結婚令に鑑みても、この結婚は無効だった。困り果てた父ージ三世は、正式な結婚を王太子に迫り、 それを条件に借金の棒引きを持ちかけた。肖像画でその美貌が歌われていたキャロラインをジョージが選び、政略もあり、結婚となった。若かりし、頃のキャロラインを妃1795年、ロンドンに到着したキャロラインと面会したジョージは、彼女の強烈な大衆に面食らったという。キャロラインの方も、ジョージの異常な肥満体に失望したという。3日後、 セントジェームズ宮殿で結婚式が行われたが、式に臨んだジョージは、やけくそのように酔っ払い、弟たちに左右を支えられて立っているありさまであった。1796年1月に、長女シャーロットが生まれて、すぐに二人は別居した。シャーロット王女は、王家が養育し、母キャロラインから引き離された。1806年に、キャロラインが不倫の幸運だという噂が立てられ、 シャーロット王女への面会が制限された。キャロラインの不定を調査したザブックがトーリー等によってまとめられ、これがキャロライン側についたホイックにより後に公開されるとジョージ4世の乱行ぶりが明らかとなり、キャロラインに国民の同情が集まった。娘と会うのをジョージに妨害され、孤独の生活に追いやられた被害者というイメージを、 ホイック等の手腕で強く国民に印象付けたキャロラインは議会から年金を得て1814年から大陸諸国への旅行を許されて出国し外国暮らしを始めたエルサレムで聖キャロライン騎士団を設立愛人のバルトロメオペルガーミオ総長に任命した1816年シャーロット王女がザクセンコーブルクイコールザールフェルトクゲの場し、 レオポルトと結婚したが、翌1817年に男子を死産して間もなく死去した。自分と暮らしたことのない娘であったが、その死に目にも会えなかった。1820年1月、国王に即位したジョージ4世は、法的には今や王妃であるキャロラインとの離婚を考えた。英国法により離婚はどちらかの不定の立証が必要だったため、王は、 キャロラインの不定の証拠集めを始めた。手始めに、王家の祈祷書から名前を削ろうとするが、カンタベリー大主教サットンが正当な手続きではないと、猛反発した。次は、外国人と貫通したことを理由に、内閣に離婚承認案、痛みと罰法案の成立を要求した。自重との間に不定を働いたという理由であったが、国王の気まぐれに従わない議会に否決された。 マスコミは、王妃指示の記事を書き立て、法案撤回の署名運動も起こった。怒り浸透に発した国王は、大冠式への王妃の出席を拒否した。1821年、キャロラインは大冠式に備えて急ぎ帰国したが、国王が手を回していたために、すべての会場から締め出された。大衆はキャロラインに同情的であったが、キャロラインの外国での奔放な生活ぶりや、 高額の年金を受け取ったことなどから、ジョージと同等に批判的になっていった。1821年8月7日、ハマースミスで死去した。その急死には謎があり、病死ではなく薬を盛られたのではと噂された。遺言で、ウィンザーに眠るシャーロット王女のそばに埋葬されることを望んだが、それも拒否され、故国のブラウンシュバイクに葬られた。死後の1838年に、 キャロラインの助監だったシャーロット・ビューリーは、自身の日記、ダイアリー・イラストレーティブ・オブ・ザ・タイムズ・オブ・ジョージ・4を発表、キャロラインの離婚にまつわる記述などもあって、話題となったが、王室スキャンダルを暴く者として批判もされた。ありがとうございます。